木貴男のサービスから始まります。175センチという非常に小柄な選手ですけれども、パワフルなサービスを持っています。いきなりサービスエースできました。いいですね、はい、リラックスしてますから、非常にスイングのスピード、特にそのラケットヘッドのスピードがありますのでね。昨日鈴木貴男は南アフリカのムーディー戦、初戦よりはサービスの感じが良くなってきたという話をしていました。ダブルフォルトです。セカンドサービスでも今前に出てきましたね。はい、まあ、彼はですね、もちろんあのステイバックもできるんですけれども、はい、彼本来のそのプレースタイルといいますとサービスからネットですからね、はい、今度はワイドに打ち分けて30-50。サービスのフォームをご覧になっていかがでしょうか。非常にあのリラックスをしてて、はい、そのまあ、パワーがですね、足から来るパワーがラケットまで伝わってるなという感じはしますね、うん、このファーストボレーですね。そうなんですね、まあ、リターン非常にスリージャパンうまいですから、はい、今のように足元に来ること多いと思うんですよね。それをいかにそのうまく深くコントロールできるかにかかってくると思いますね。スリージャパンは先週母国タイの試合で戦ってきました。いいリターンが返ってきます。スライスをかけて外に追い出しているんですね、はい、ですけどもリーチがありますからラケットの、ね、先に当たっているんですけど、ボールが沈んできます。難しい足元のボールでした。まず最初のゲームブレイクチャンスです。スリーチャパン、これ難しい。今のはファーストボレーうまく処理しました。いや難しいファーストボレーだったんですね、はい、ハーフボレーになりましたから、これをよく、ね、浮かないようにタイミング合わせてきました。この後の読みもね、続き見事ですよ。デュースです。第1セットファーストゲーム、ファーストサービスのやり直しです。アドバンテージ鈴木、サービスエース2本目です。センターにフラットサーブです、はい、深いところに入ってますね。最初のポイントと同じコースですね、まあ、リターンがねスリーチャパンうまいだけに今日はこうセンターとワイドと打ち分けなければいけないですよね、はい、スリーチャパンはそのサービスのリターンの時の構えがこうバックに構えて、そうなんですね、待っているんですね。バックハンドのグリップで待っていて、はい、フォアに入ってきたら素早く握り替えて打ってくるんですね。バックの甘いところに入るとそのまま打てますから非常に怖いですよ、はい、立ち上がり鈴木キープできるか。わずかにアウトです。いいネットダッシュだったんですけどね、はい、あの甘いコースに行ってしまうとという気持ちが当然ありますから、デュース2回目、第1セットの第1ゲーム、サービスキープに苦しんでいる鈴木。今年はウィンブルドン、初めて四大大会本戦での勝利を挙げました鈴木貴男。アドバンテージ鈴木。
あのウィンブルドンあたりから調子を取り戻してきましたよね。そうなんですね。ウィンブルドンまではですね、非常に苦しんでたんですよね、はい、もうほとんどそのトーナメントで勝利できないような状況が続いていたんですが、はい、あのウィンブルドンの本戦入って7年ぶりの日本人男子選手勝利を、経験して、そして少しねリズムが良くなってきました。深いボール、ファーストゲームキープしました鈴木孝雄。第1セット最初のゲーム、自分のサービスをキープして 1-0 です。今の判断良かったですね、あの突っ込んでしまうとどうしてもローボレーになりますから、はい、可能性がありましたのでね、1回ワンバウンドさせなかったんですよね。まず最初のゲーム鈴木孝雄サービスゲームをキープして始まりました。男子3回戦スリチャパンのサービスです。スリチャパンは昨日、初戦になったわけですが、ベルギーのノーマン戦ファーストサービスに苦しみました。出ます。今のダッシュはいかがですか。いいですね。特にセカンドサーブになってきたら、どんどんそのスリーチャパンにプレッシャーをかける意味でも、はい、ネットダッシュを試みた方がいいと思うんですね。ただ当然スリーチャパンももう、鈴木とは3回戦っているわけですから、はい、まあ、ある程度浅くなると前に来るというのはたまにありますのでね、はい、ファーストサービスはほとんど回転をかけないフラット系のサービスです。そしてセカンドサービスがスライスをかけてきます。スリチャパンの方はあまりこうネットには最近は出てこないですよね。はい、あのジュニアの頃はですね、はい、よくサービス出しをしていたんですけども、世界のツアーを回り出してサーブから、はい、このストロークという攻めに変わってきましたね。鈴木最初のリターンゲーム積極的に攻めています。 いいブロックリターンですね、はい、いいコースです。185センチ、スリチャパン。さあセカンドサービス、出ます。鈴木スリチャパンも最初のサービスゲームをキープしました。第1セットここまで 1-1 です。いいバランスで打ってるんですけどもね、ここからのクロスの切り返し、素晴らしいコントロールですね、はい、スリチャパンが良くなったところ、鈴木孝雄は小さいミスが少なくなったという話をしていましたが、確かに安定してきましたね、はい、まあ、そのパワフルさは残したまま安定してますので、はい、まあ、このあたりがもう世界 の、 そのトップ10経験したという、ね、強さの秘訣だと思います。去年1年で大きく順ランキングを上げましたスリチャパン。おととし最後のランキングが126位だったんですが、去年16位で終えています。まあ、スリチャパンがどれだけ、まあ、去年すごかったかと言いますと、はい、すごい選手かと言いますと、彼が勝った選手、アガシでしょ、はい、ヒューイット、フェレーロ、はい、サフィン、ロディック、はい、こういう選手に勝ってるんですよね。そうですね、去年このジャパンオープンで鈴木と戦ったのが3回戦、その後準々決勝でヒューイットを破りました。そしてウィンブルドンではアガシを破っています。難しいボール、よく反応した。
一瞬こう危ないなと思ったんですが、いいバランスです。このハーフボレー難しいんですね。またその後のね読みですね、すぐ動いてますから、はい、50オールです。このサービスゲームはここまで全てファーストサービスを失敗しています。 46% スリチャパンもファーストが悪くて 33% です。テイクバックが遅いかなというか自分でねチェックしてましたね。鈴木選手はこうやって試合中にこう独り言といいますか、はい、多いですよね。非常にあの彼はまあ笑顔で出したりですね、リラックスをするのが得意な選手なんですね、はい、自分でこう何かこう自分を盛り上げてきてるんですか、はい、これもファースト失敗です。何か第一ゲームとサービスの違いは感じられますか。いやもうわずかのタイミングの違いだと思うんですね、はい、ただそのスリーチャパンのリターンが入った時ほとんど足元に来てますよね、鈴木がハーフボレーをしなければいけない場面が非常にここまで多いですね、はい、ここまではうまく反応はしてますよね、はい、第一ゲーム同様自分のサービスゲーム非常に苦しみながらの展開です。5本連続でファーストサービスが入りません。スピードを落として確率を上げることは、はい、まあ、鈴木レベルの選手だと簡単にできるんですけれども、はい、スピードを落として甘いところに入ってしまうと相当なリターンを覚悟しなければいけませんからね、はい、ファースト欲しいですね。鈴木はこのゲームはまだ一度もファーストサービスが来ません。これも失敗です。スリーチャパンのブレイクチャンス。あーサービスゲームを落としました鈴木。第1セットの第3ゲーム 2-1 でスリーチャパンリードです。なかなか簡単にはこうキープできない。やはりスリーチャパンのリターンがいいということでしょうか。いいですね、本当に鈴木のサービスファーストサービスが思い切ったいい場所に入っている時しか簡単にポイントを取らせてもらってないんですよね、ご覧のようにファーストサービスの確率がまた落ちて 37% スリーチャパンは 33%、 特にブレイクされた、ね、第3ゲームはファーストサービス入れなかったわけですから、はい、そしてそのリターンが全て足元に来てハーフボレーをせざるを得ない、はい、まあ、この辺りで、ね、だんだ ん, だ ん, だんこう見えないプレッシャーが、ね、少しずつ鈴木にかかってるんですよね。ただまだ始まったばかりですからどこかで切り替えなければいけませんね、はい、できるだけ早くブレイクバックしてほしいところですけども、はい、そのためにもね、まあ、鈴木ネットプレーにいかにうまく出ることができるかですね、はい、第1セットは第3ゲームにスリーチャパンが鈴木のサービスゲームをブレイクしました。 2-1 とリードしてこれから第4ゲームスリーチャパンのサービスゲームです。第3シードのスリーチャパンワイルドカードいわゆる主催者推薦でこの大会に出場しました日本の鈴木です。スリーチャパンの動きは昨日と比べていかがでしょうか。ですね、はい、まあ初戦はですね、はい、フレームショットになることが非常に多かったんですね、はい、まあ、コートにもまだこううまく慣れてないかなっていう感じはしたんですけども、
今日今のところ非常にいいですね。お互いにこのハードコートを得意としています。まあ、ただハードコートでもいろいろその表面の速さが違うんですよね、はい、ですから表面あの一緒に見えても微妙にこうバウンドの仕方角度の仕方が違ってきますんでね、コレクションポイントのやり直しです。日本の鈴木はこの有明のコートが非常にこう大好きで、ジャパンオープンはこのところ毎年のようにこの3回戦に進出してきています。スリジャパンに勝ったデビスカップもこの有明 の、 このセンター、はいね、アレクコロシアムでしたからね。一昨年のデビスカップ最初の対戦となったわけですが、この有明のコートで日本の鈴木はスリジャパンを破っています。鈴木出ます。あー読んではいたんですが、読んでたんですけどね、はい、まあ、あのリターンでドロップショットをして、もう本当にいいアイデアですね、はい、でこの後読んでいたんですけど、やはりさすがスリジャパンだなという角度の付け方ですね、スリジャパンもまだファーストサービスは入ってきません。第4ゲーム、スリジャパンサービスゲームをキープして 3-1 と、この前のゲームで鈴木孝雄のサービスゲームを破ってリードしています。第1セットの第5ゲームが始まります。スリジャパンが 3-1 とリードして、これから鈴木のサービスゲームです。スリジャパンがプサンアジア大会の金メダリストで、この鈴木は銅メダリストです。団体では日本が金を獲得しました。この正面に打ってきましたね、はい、ボディーサーブというやつですけどね、福井さんがポイントとおっしゃっていたファーストボレー。この形が鈴木にとってはいい形です。ローボレーもね、コントロールしにくいんですけれどもね、うまくバランスよく打ちましたね、はい、もう鈴木のボレーというのは本当にバランスいいんですよね、特にあのバックのボレーがいいですよね、ノータッチです。3本目のエースです。リラックスしてますからね、はい、本当にあのボールにパワーが伝わってます。スイングのスピード速いです。このゲームはファーストサービス全て入れています。ようやく鈴木らしい展開で自分のサービスゲームをキープしました。こういう形でキープできていけばいいですけどね。そうなんですね、ファーストサービスがあの非常にいいところで決まってましたよね、はい、100% というわけにいかないでしょうから、ですからあれがこう
いいところで出てくるとね、はい、もっともっと鈴木らしい展開になってくると思います。アジアナンバーワン、今ランキングがチャンピオンズレース、今年の1月からのランキングが12位、この1年のランキング、エントリーシステムというランキングがありますが、それは11位というアジアナンバーワンのスリジャパン、タイの国民的な英雄です。入ってます。フレームショットなんですよね、はい、シートスポットに当たってないんですけれども、まあ、それだけラケットがブレてもコントロールできるという、確かにベストヒットじゃなかったので今思わず手を挙げてごめんねと、鈴木には言ってましたけどね。鈴木孝雄は先ほどの第5ゲームあたりからファーストサービスが入るようになってきました。確率が 50% を超えるようになってきた鈴木孝雄です。第1ゲームにダブルフォルトが1回ありましたが、それに続く2回目。大事なポイントだったんですが、いい形でしたね。少しバランスを崩れかけましたけどね、いいサーブですよ、はい、このでも返ってくるんですね。エースにならない。このポイントを落とすと相手にサービスブレイクのチャンスがいくという。で出ます。一度ステイバックしてその後出ていきました。まあ、確かにセカンドサーブで、はい、そんなに深くなかったですから、はい、ネットに行くよりは待った方が正解だったですね、はい。本当に難しいリターンが返ってきます。そうなんですね。デュース、まあ、早いというのもすごい武器ですけど、その足元に来るというのもですね、はい、相当なプレッシャーがかかってくるんですね、打つ方としては。第3ゲームでスリチャパンが鈴木孝雄のサービスゲームを一つ破っています。 4-2 とリードしています。やはりいいサービスが入るときはこのように鈴木の形でポイントを取れますが、鈴木にアドバンテージ、なんとかここはキープしたい第7ゲーム。どうした、超えません。下がりながらですからね、非常に難しいドロップショットになりましたね。男子シングルスの3回戦、勝てばベスト8という戦いです。去年もこの3回戦で鈴木孝雄はスリジャパンと対戦してフルセットで敗れました。
あの時は福井さんファーストセットを取ったんですよね。そうです、ファイナルセットも 4-1 でリードして、はい、いけるぞとね、思ったところだったんですよね。その後5ゲームスリーチャパンが連取してベスト8、あーナイスリターン、アドバンテージスリーチャパン、これはナイスリターンですね。相当コートの外に追い出してるんですよね、はい、ですけどもパワフルです、パワーがあります。スリーチャパンにブレイクチャンス、レッドですか。ファーストサービスのやり直し、今ああいう苦しいところであのサービスが決まっているとまたちょっと変わってくるんでしょうけど、そうなんですね、ここは集中し直して、はい、もう一本にサーブ欲しいですね。難しいボール、ゲームスイッチ、第7ゲームスリチャパンが鈴木孝雄のサービスゲームを破りました。 5-2 です。やはりいいリターンが返ってきます。そうなんですね、あの先ほどのフォアのクロス、はい、非常にパワフルでスピードありました。このサービスも非常にいいと、今度はバックでですね、はい、足元にみんな体勢からでも落とせるんですね。でここで鈴木がハーフボレーになります。ハーフボレーというのは非常にコントロールするのが難しいんですね、はい、まあ、この辺りのねスリーチャパンのまあ落ち着きリターンのうまさ、読みの鋭さ、はい、さすが世界のトップだなというねプレーですね。一気にランキングを駆け上がって、まあ、一度こう上に上がると一つ壁にぶち当たる選手も多いんですけど、そうなんですね、一度上がっていって、まあ、ノーマークで上がっていって、はい、で勝ち出すと研究されてきますよね、はい、で大体そこで一度ランキングが落ちるんですね、はい、そこで次に上がってくれるかどうか、ここでその世界のトップに行けるかどうかなんですね、はい、第1セットはスリチャパンが第3ゲーム、そしてこの前の第7ゲームで鈴木孝雄のサービスゲームを破りまして 5-2 とリードして、今これから第8ゲームスリチャパンのサービスゲームです。スリチャパンこのサービスゲームをキープしますと第1セットスリチャパン、このゲームからニューボールに変わります。まあ、どうしたんでしょう、ちょっとバウンドが変わったんでしょうかね、はい、突っ込んでいきましたけどもうまくタイミングが合いませんでしたね。この大会日本人は男子は5人が本戦に出場して4人が初戦を突破しています。そのうちの1人鈴木孝雄、その中でこの3回戦に進出してきたのは鈴木だけです。今のはファーストサービスのやり直しがフォルトになってこれがセカンドサービスです。深いボールです。あージャッジしましたが入っています。ですからまあ本当にあのネットスレスレのところをね、はい、コントロールしてるわけですよね。出ます。スリチャパンがこの試合福井さん初めてですね。そうですね、今非常にアプローチが良かったですからね、はい、まあ、ボレーでポイントを決めるというよりもある程度アプローチでいい形を取るというタイプですね。セットポイントです。第1セットもう一度出ました。これは見事なパス。出たというよりはまあおびき出されたという感じにも見えますが、
粘ります鈴木。スライスがかかってましたんでね、はい、あのボールがそれほど弾まなかったんですよね。そこを厚いグリップで回転をかけようとしてフレームショットになったんですね、はい、アドバンテージ鈴木です。この試合初めて鈴木にブレイクチャンスが来ました。相手のサービスゲームを破るチャンス、ブレイクチャンスが鈴木に来て、よく反応してるんですけどもね、あのボールに威力、サービスに威力がありますからね。最速でスリーチャパンは200キロを超えますよね。超えますね、はい、まあ、あの鈴木も200キロを超えるサーブを持ってますね、はい、スリーチャパンの方が少しサービスには威力があります。あ、いいサーブです。200キロを超えるサーブっていうのはその打ってから反応してはもう絶対間に合わないですから、はい、まあ、ある程度最初に読んで動かないといけないんですよね。それも逆を突かれたら即それがエースということになってしまいますね、はい、おー、ナイスリターン。カウンターライジングもうこれ以上ないというリターンですよ、はい、きちんと面を作って、今のは少し力を抜いてワイドに打っていきました。センターに速いのが来るかなっていうところでね、うまくスピードをこう抜いてコーナーに打ってきますね。セットポイントです。第1セットはスリーチャパンが取りました。 6-2、素晴らしいリターン、そして威力のあるサービス。第1セットは 6-2 でスリーチャパンが取って、これから第2セットに入ります。今鈴木孝雄が一旦下がりますが、そうですね、トイレットブレイクでしょう、はい、まあ、少し、まあ、落ち着ける意味でもね、はい、男子シングルスの3回戦ジャパンオープン第1セットは 6-2 でタイのスリチャパンが日本の鈴木孝雄第1セットを取って、これから第2セット、鈴木孝雄がのサービスから始まります。狙ってきます。まっすぐボールが飛んできてますから、はい、第1セットはスリチャパンが取りました。今第2セットの第1ゲーム、この第2セット鈴木はどんな気持ちで向かっていけばいいですか。まあ、とにかく考える優先順位としては自分のサービスですよね、はい、サービスゲームです、はい、ですからいかにその確率を上げる、ただそのただ上げるんではなくて、はい、いいサーブで上げることができるかですね、はい、集中力をもっともっと増して乗っていきたいですね。
今シーズンの前半はなかなか成績が上げられずに苦しんだ鈴木孝夫、ウィンブルドンの本戦初めて四大大会の勝利を挙げてから徐々に調子を戻してきました。ここ第2セットの最初のゲーム大事にいきたいですね。そうですね、今のリターンにしても非常に深いところですよね、はい、これも難しい。これだけいいリターンが返ってくると選手はどんな精神状態になっていくんですか。そうですね、サービスが少し力んでくることあると思うんですよね、はい、このリターンにしてもうまくこうブロックして沈めてきてますよね、はい。スリチャパンが相手のサービスゲームを破るチャンスを得ました。ブレイクチャンスです。速いサーブでもそのボディ近くに行ってしまうと、はい、今のようなブロックリターン来ますんで。あー、これいいコース。このぐらいのコースに行かないと、はい、本当にスリチャパンからエースが取れない、そう、まあ、プレッシャーですけど、ここを、ね、打ち分けてほしいですね。第2セットの最初のゲーム、超えません。鈴木孝夫にアドバンテージ。第1セットの最初のゲームも苦しみました。苦しみながらその第1セットは最初のゲームをキープしました。第2セットも苦しい中でのスタートです。ゲーム鈴木、第2セットの最初のサービスゲーム鈴木孝夫キープです。デュースゲームになりましたが最後はキープして 1-0。 ツッコミですよ、はい、ナイスボレーです。ナイスキープですね。有明コロシアムのセンターコート男子シングルスの3回戦、第1セットは 6-2 でタイのスリチャパンが取りました。今第2セット、これから第4ゲーム。第2セットはここまでお互いにサービスゲームをキープし続けて、これからスリチャパンのサービスゲームです。レッドです。ネットに当たってサービスが入ってきました。もう一度やり直しです。角度がありますから、はい、バウンドしてからまた伸びてくるんですね、はい、でその角度もあるのでラケットの今上の方に当たってしまったんですね。スリーチャパンがこの試合初めてラブゲームでサービスゲームをキープしました。 2-2 です。
第2セット第4ゲームまで終わっています。第2セットはここまでお互いに自分のサービスゲームをキープしています。鈴木孝雄はキープはしていますが、いずれもこのセット非常に苦しみながらのサービスキープ。いいリターンが返ってきますね。沈んできますね。ミスの数、鈴木が20、スリチャパンが9つです。本当にあのスリチャパンのリターンというのは速さだけではないですね、これも難しい。ナイスボレーです、ご覧いただくと分かると思うんですけど、ハーフボレーで前に落としてるんですね。昨日試合が終わった後に鈴木孝雄選手のインタビューがありまして、その中でスリチャパンは本当にミスをしなくなったという話をしていました。もちろん勝っている上での自信もあるんだろうけれども、はい、もう一つはそのラケットを少しスリチャパン変えたんですよね。そうですね、まあ、あのラケットっていろいろと進化してきますのでね、はい、瞬発力も良くなってくる素材もどんどん使われてきてますのでね、はい、スリチャパンの場合は少しこう厚めのラケットに変えました。変えたことによってどういう変化があるんですか。そうですね、あの飛びが良くなったということもあると思うんですね、はい、まあ、ラケットの進化によってそのそれと肉体の進化で、はい、どんどんその、まあ、男子女子のテニスがスピードアップされてますよね、一瞬ヒヤッとしましたが、コールがちょっと遅れたものですから逆です。デュース。よくついてきました、ここで早いタイミングでハードヒットに切り替えました。このゲームも相手にブレークポイントを与えました。この第2セット自分のサービスゲームいずれもスリチャパンにブレイクチャンスを与えています。そうした中でキープを続けてきて今第5ゲーム、足が止まってませんね、はい、チャンスを見逃してないですね。ナイスボレーです。いいサーブです。スリチャパンの動きをよく見てコースを読んでました、はい、ですからあの鈴木のボールがもう少し
甘ければ、ここでカウンターショットが来たところですけど、ここも読んではいましたが、スピードがありましたからね、はい、打点が遅れてますね。アドバンテージ鈴木、このゲームも苦しいサービスゲームです。このゲームも苦しみながらサービスキープです。第2セット、ここまでお互いにサービスゲームをキープして 3-2 です。鈴木はこのセットは非常に苦しいサービスゲームが続きますよね。そうですね、今まで3回あったサービスゲーム 30-40 と 15-40 とアドバンテージレシーバー、すべてブレークポイント取られてるんですよね、はい、その中でそのブレークポイントを取られた時に決して弱気にならずに、はい、まあ、サービスの選択も今のところ間違ってないんですね、はい、セカンドサーブになると非常に厳しくなってくると思うんですけどね、今白いのが自分のサービスゲームをキープしたゲームです。黄色はサービスゲームをブレークされたゲーム、ブレイクしたゲームです。スリチャパンが第1セットは第3ゲームと第7ゲームでサービスゲームをブレイクしています。ただスリチャパンとしてもその、まあ、先ほどのゲームはラブゲームでしたけれども、はい、そんなにその簡単にキープができているわけではありませんから、はい、まあ、鈴木のパターンになればですね、もっともっとその鈴木としてもチャンスが広がってくる可能性はありますね。お互いに自分のサービスゲームをキープして、これから第2セットは第6ゲームです。スリチャパンのサービスゲーム、この第2セットの第2ゲームで鈴木が少しこうチャンスを作りました、はい、ああいう形に持っていければいいですよね。そうなんですね、やはりいいサーブをポイントを取るのは非常に難しいでしょうから、はい、セカンドサーブになった時、あれ甘いサーブが来た時にいかにそれをね、ミスなく鈴木がポイントにつなげることができるかです、はい、そのセカンドサービスです。ダブルフォルト、スリチャパンのダブルフォルトはこの試合初めてです。今のは鈴木はその前のボールですね、はい、アウトじゃないかなという、ね、はい、表情ですね。ただスリーチャパンのラケットを振り抜いてますので、はい、非常にボールにこう順回転がかかってますからね、ライン際でグッと落ちてくるボールもたくさんありますね。昨日に比べるとスリーチャパンの動きはいいですか。昨日よりはいいですね、はい、昨日はイージーミス多かったんですが、ピンチになると大切に何かプレーをしているなという感じはします、はい、世界ツアーはもう毎週こう世界の各地でツアーが行われていて、ちょうど先週はタイのバンコクで ATP ツアー初めてのバンコクのツアーが開かれました。スリーチャパンとしてはホームコートになるわけですよね、はい、40-50。まあ、彼はその時はベスト8だったんですね、はい、で金曜日の日に負けて、土曜日、日曜日、月曜日とは全然まあボールを打たなかったと、はい、休養に当てたというふうに言ってましたね。火曜日の朝日本にやってきました。その疲れもあって昨日は思ったような動きはできませんでしたが、出ます。40-30。
ゲーム、スイッチポイント。サービスエースで第6ゲームをキープしました。3ゲームソールです。センターにフラットです。はい、早かったですね。非常にあの今見ると険しい表情をしていますけれども、普段はこう温和なスリジャパン、はい、インタビューでも非常にこう柔らかな口調で答えてくれます。久々に鈴木隆夫のサービスエースです。どうしてもそのクロスも、はい、ランニングフォアハンドクロスもありますので、ここからですね、両方ともケアをしなければいけないですからね、はい、あの第1セットで1本決まってますよね、はい、ですからもう溜めて溜めて、今のはダウンザラインですね。見事なパスです。ファーストサービスのやり直し、ナイスサービスですね。このゲーム2本目のサービスエースです。全くスリジャパンは動くことができませんでした。これも決まっています。サービスエース3本目、サービスゲームをキープしました。このセット初めていい形でのサービスキープです。 4-3 です。ようやくこう自分のリズムでサービスキープができました。まあセカンドセットになって初めてまあ、はい、簡単にキープができたんですよね、はい、非常に鈴木らしいこう躍動感のあるサーブだったですからね、まあ、これがこのリターンゲームに生きてくればいいですね。そうですね、半歩ほどステップして体重を乗せて打ってくるんですね、はい、これが最後のポイントです。手のしなり具合、膝の曲がり方、はい、あのインパクトの時にこう体が、ね、斜めに一直線になる、はい、理想的なフォームですね。まあ、世界ツアーを回っている中でも非常にこう小柄な選手だと思うんですが、180センチ、174センチですか、はい、まあ、彼の身長でフラットを叩こうと思うとやはりある程度ジャンプをして打たないと打点を高くしないといけないんですけれども、はい、まあ、それとあといかにうまく自分のパワーをラケット、ボールに伝えることができるかですね、はい、大会4日目を迎えていますジャパンオープンテニス男子シングルスの3回戦、日本の鈴木隆夫とタイのスリジャパンの試合。第1セットはスリジャパンが 6-2 で取って、今第2セット、これから第8ゲームです。第2セットはお互いに自分のサービスゲームをキープして、これから第8ゲーム。なんとか相手のサービスを破るきっかけを作っていきたいと思うんですが、そうですね、まあでも相手のそのいいサービスが入ってくると相当苦しくなってくると思うんですよね、
このゲームは2本スリジャパンのサービスいいところに入ってきました。珍しくスリジャパンのサービスファーストサービスが全てここまで決まっています。何か先ほどの鈴木隆夫のサービスゲームの刺激を受けたかのような。いいリターンでした。スリジャパン出ます。スリジャパンキープで第2セット 4-4 です。でもね、ここで足元に沈めようとしてるんですね。もうほんとネットのあのコードのところですから、もう数センチ上であれば足元に沈んでいたんですけどね、はい、スリジャパンのサービスも良くなってきましたね。今のゲーム良かったですね。第2セット第9ゲーム、ここからまたニューボールに変わります。この辺りからね、またプレッシャーかかる、プレッシャーがね大きくなってきます、はい。お互いにこの第2セットの中盤からサービスが良くなってきました。ポンポンと左手で胸を叩いてね、まあ多分その強気で行こう、弱気にならないよというね気持ちも含めていると思うんですね。ガッツポーズが出ました。大事なゲームです。ああ思い切ってね、もう続きにぶつけてきましたよね。今のボールは早かったですよ。ブロックリターンして、はい、甘くなったとこ、もうスイングの速さすごいです。ファーストサービスのやり直しです。お互いに 50% を超える確率です。第1セットよりもだいぶファーストサービスの確率が良くなってきました。2年ぶりのベスト8を狙う鈴木隆夫。さあこのまま簡単にキープして次のリターンゲームにつなげていきたい鈴木隆夫です。いい形でサービスゲームをキープしました。第9ゲーム 5-4 でキープしてこれから第10ゲームに入ります。だいぶサービスが良くなってきましたね。まあ勝負ですからね、はい、終盤ですから今のサービスにしてもここに来てスピードぐんと上げてきましたね、はい。スリジャパンもこのコースは読んでいたんですね、はい、で当ててるんですけども、そのサーブのスピードに押されてラケット弾かれてますので、このサーブは速かったですよ。これで少しスリジャパンにプレッシャーを与えることができました、はい。まあ、エースの数もね鈴木19ですから、はい、スリジャパンより多いわけですよ ね、 そうですね。どれだけその鈴木のサーブっていうのがいいかっていうのはね、はい、分かりますよね。初戦でドイツのバスケ、そして昨日2回戦で南アフリカのムーディを破って3回戦進出を決めました。
第10ゲーム。もし鈴木孝雄がこのスリーチャパンのサービスゲームをブレイクしますと第2セットは鈴木が取ります。鈴木としては、ね、なんとかこうポイントを先行させて、ね、プレッシャーをかけたいところですけど、はい、なかなかそうさせてくれないですね、はい。走りながらね、またグリップチェンジをして、はい、いいバランスです。ラブゲームキープです。第2セット 5-5 です。共にサービスを落としていません。 4-5 でスリーチャパンにもあのプレッシャーがかかったところだと思うんですけどね、はい、そして鈴木が前に来ることも予測したと思うんですよ。ですからもうサービスがほとんど甘くなりませんでしたね、です、はい、よく届きました。いい組み立てですね。そうですね。第2セット終盤になってお互いに集中力がまたアップしてきました。スリーチャパン出ます。攻めました。スリーチャパン30-15。 スリーチャパンのアプローチショット、鈴木の位置を見ていただいても分かると思うんですけどね、はい、ベースラインの後ろでしたんでね、スリーチャパンのボール威力ありましたね。来るんですね。このリターンは立ち上がりからずっといいところに決まってますね。そうなんですね。そしてサービスが甘くなると当然早いリターンもありますから、はい、鈴木孝雄選手のご両親も見つめます。40-30.
よくネットに詰めました、はい、サービスが打ってきて止まってません。この積極性です、はい、入ってます。ホルトです。第2セットの大きな山。アドバンテージ続きです。何度もこの第2セット苦しいところを乗り越えてきました。いいセカンドサーブだったし、これ甘かったらもう当然スリージャパン狙ってましたので、はい、鈴木にアドバンテージ。セカンドサービス、このパスですね。もう踏み込みながら角度をつけるというのは当然世界のトップはできるんですが、これはもう少し横というか後ろに下がりながら角度をつけているわけですから、見事に抜いていきました。デュース、スリジャパンにアドバンテージ、そしてブレイクチャンス。いや、読みというかポジショニング見事ですよね、はい、完全に反応していました。さあこの苦しい展開、何度もこの第2セットの前半苦しい中でサービスキープを続けてきた鈴木です。いいですね、ナイスサーブです。どうしてもファーストサーブ欲しいですからね、はい、少しスライス回転かけて、でも甘くなるとね、あのフォア来ますんでね、いいところに決まりました。ナイスサーブです。これもいいコース、サービスエースで鈴木アドバンテージ。もう一個欲しいですね。そうですね。先ほどはこちら側のサイドはセンター方向に少し回転をかけてきました。今度はフラットできました。ダブルフォルト。まあ、今のも ね思い切ったダブルフォルトですね。ですから本人もある程度納得してると思うんですね。そうですね、4回目のデュース、弱気のダブルフォルトではありませんからね、まあ、ここは気持ちを切り替えて。先ほどはセンターでした。ボディー、フォー、
鈴木にアドバンテージ。落ち着いています。スーパーショットたくさんあった中で、ね、はい、本当によくキープしました。6号です。やっと届いているショットなんですけどね、はい、まあ、ショートクロスにもある程度コントロールできてますよね。またこの後の読みも素晴らしいです。この何か第2ゲームの終盤になってお互いにこう集中力がアップしてきたといいますか。そうですね、あの第2セットの終盤になってきて、あのスピードもサーブのスピードも随分あのまた鈴木上がってきたと思うんですよね、はい、スリーチャパンのね本当にスーパーショットね何本もありましたけど ね、 よくしのぎましたよね。まあ弱気にならなかった、はい、本当ポイントを取りに行ってた、まあ、この積極性がねあのこのキープにつながったんですね。スリチャパンと鈴木孝夫のゲーム第1セットスリチャパンが取って今第2ゲーム、お互いにサービスゲームをキープし続けて第2セット6号まで来ました。これからスリチャパンのサービスゲームです。第2セット第12ゲームです。このゲームスリチャパンがキープしますとタイブレーク、鈴木がブレークしますとファイナルセットに入ります。去年のジャパンオープンの3回戦でこの2人は対戦しました。その時はファイナルセットに入ってスリチャパンが勝ちました。ちょっと甘くなった。まあ、スリチャパンがあのノーバウンドでカットしましたよね、最後のボール、はい、これもスリチャパンのファインプレーですね。これを落としてしまうと鈴木が次に準備ができる時間ができますので。なるほど、ほとんど今のは読んでいました。いや積極的ですよ、はい、ちょっと大事に行き過ぎました。スリチャパンとしてはこの後11月に行われますランキング上位者によるマスターズカップという大会がありますが、上位8人その大会に出ることが一つの目標です。今ランキング12位のスリチャパンです。でしたね、カウンターのライジングリターンです。40、30。鈴
さすがのスリッチバンも間に合ってませんでしたよ、本当にレッドが多いですね今日は、非常にあのサービスのいい選手同士ですからね、はい、ネットの上ギリギリを通してコントロールしているわけですから、第2セットタイブレイクです。6-6でタイブレイクに入ります。第2セットはお互いに一度も自分のサービスゲームを失いませんでした。全てキープを続けて 6-6、鈴木のサービスから始まります。まず鈴木が1本サービスを行って、あとは2本ずつ交代です。先に7ポイント取った方がこのセットを取ります。まずこちらのサイドから鈴木孝雄が最初のサービス、ダブルフォルトで最初のサービスを落としました。タイブレイクのサービスを落とすことをミニブレイクと言いますけど、ワンミニブレイク、スリーチャパンリードです。通常のゲームですと、はい、あの40ラブでもあのアドバンテージでもあのキープすればいいわけですけど、はい、まあ、タイブレイクの場合は、ね、1ポイント1ポイントが生きてきますのでね、この後はサービスを2本ずつ交互に打っていきます。入ってます。タイブレーク 2-0 です。よく、ね、鈴木の動きを見てますね、はい、そして回転をかけて、もうこの厳しい場所ですからね。サービスです。タイブレーク 3-0。 センターにフラットサーブです。角度ありますね、はい、そして今度は鈴木のサービス2本です。これで自分のサービスを2本落としたことになります。 4-0 です。苦しくなってきました鈴木孝雄。ようやく鈴木孝雄にポイント 4-1。これもねバランスよく難しいボレーだったんですよ、はい、それよく沈めてきましたね、まあ、鈴木にとってここですね、このゲームですね、そうですね、このポイントですね。ここ相手のサービスを2本取ればミニブレークの数では並びます。今のも際どかったです。続けてます。まず1本返しました。6ポイント入ってここでコートが変わります。タイブレーク 4-2。
でも鈴木孝雄集中力切れてませんね。そうですね、このポイントですね、はい、サービスが読めるかどうか、コースが読めるかどうかですね。読んではいました。狙ってはいましたが、スリーチャパンも相当気合入ってますよ、はい、とにかくスリーチャパンとしてはもうシーズンもあと残りそれほど大会が多くありませんので、残り5週間、その中で少しでもポイントを稼いでいかなければなりません。スリーチャパンの目標は11月に行われるマスターズカップ。タイブレーク 5-3。 このパスも読めてましたね、はい、サービスです。アウトです。スリーチャパンにマッチポイント、わずかにアウトでした。そしてスリーチャパンのサービスです。抜きました。スリーチャパンベスト8進出。鈴木孝雄、今年も3回戦の壁越えることはできませんでした。最後粘りましたが、やはりアジアナンバーワンスリーチャパン、集中力、パワー、このスリーチャパンの終わった後の退式の挨拶、しっかりと定着してきました。いや、見事なリターンも見事でしたし、終盤の集中力も素晴らしかったですね。決して慌てることなく、鈴木がですね、ネットに出てうまくネットでプレッシャーかけてるんですよね、はい、ですけども、その本当にこう無理することなく相手の動きを見て、はい、逆をつくパターンですね、まあ、最後のショットもそうだったんですけどもね、はい、強いなという、ね、感じしますね、まあ、残念ながら鈴木孝雄選手敗れましたけれども、これからですね、この世界ツアーを回っていく上で、はい、今日の試合でどんな課題が見えてきましたか。自分の形に持ち込めばですね、はい、世界のトップからでもポイントは取れるわけですよね、はい、ですからいかにその自分の形に持っていくパターンを増やすかですね、はい、サービスにしても非常に威力ありますし、ネットプレーもバランスも非常にいいですからね、はい、男子3回戦、タイのスリーチャパンが 6-2、7-6 で日本の鈴木孝雄を破ってベスト8進出を決めました。準々決勝は韓国のイ・ヒュンテクと去年のチャンピオンケネス・カウセンの勝者と対戦することが決まっています。解説は福井剛さんでした。ありがとうございました。どうもありがとうございました。